皆、この神木を。この神木は、それこそ何十年できれば、私もずっとこうありたいと思うもんだ。腰はまだ平気なんだが、かそこでだ。これは特製の湿布薬だ。こいつを貼ると、ずいぶんと体のこりがほぐれるんだよ。ふむふむ、なる。何を言うん、それはただのあんたにならできる。はい、精一杯頑張ってきます。いい返事。あ、ひらめいた。もらおうかね。え、貼る？当たり前だろ、湿布薬なんだから。それともなんだい、あたしには。いえ、そういうわけじゃ。わかりました、では貼らせていただきます。それじゃ頼むよ。ペタッと。ああ、そう。いや、ずいぶんと体が楽になったよ。あんたの錬金術、なかなかのもんじゃないか。まあ、これなら問題ないだろう。ほら、これを受け取りな。これ、推薦状、もらっちゃっていいんですか？ああ、言ったろ、最後の課題だって。あんたなら十分、公認を目指せるよ。優秀な錬金術師に雑用ばかりさせるのも悪いし。あ、あれ？そりゃそうさ。いくら作るのが難しいって言っても湿布だよ、湿布。湿布を作ってくるなんて雑用以外の何物でもないだろ。ひどい！雑用は終わりって言ってたのに。雑錬金術師なんて派手に見えて地味な。オレリーさん、はい、わかりました。なんだか説教臭くなっちまった。あんたには試験を受けるっていう目的があるんだろ。少しは応援しておいてやるからさ、達者でね。あ、もしかして。アトリエ！
可愛がってあげる。そら、えい、やっ、狩りの練習にはなったかしら。植物たち、みんな元気そうだね。
お昼だよ、お腹すいたよ、美味しいご飯が食べたいよ。よいしょ。どのくらい休もうかな。